おはようございます。ネタ切れ、またそんな話をしてんですか。朝からもう本当に疲れちゃうね。お金かかってんのにね。ネタ切れ、ネタ切れとかさ、金かかってんだよこっちは。で、めっちゃ高いんで、いつもより結構高いんだけど、今日。本当に？じゃ、1日1500しか取ってないってこと？その分の200があっちに行ってるってこと？ 1300 ってこと？実質。そうやってまたやらせようとしてんでしょ、あんたたち。そうやって。怪しいな。本当に？どうなの？本当に1500とかしか取ってないの？どっち？ちょっとナーボーリスナーさん教えてちょうだいよ。2500？ 何が2500なの？昨日だけで？違うでしょ？いや、私が見た時はね、3000超えてたよ。なんだよ、これ9件ぐらい電話かかってきて、誰これ。誰なの、この番号。はい。電話かけました？はい。どちら様ですか？何の話ですか？いや、10回ぐらいかかってきてるの。何の話で、すっとぼけてんじゃねえよ。え？ 10 回ぐらいかけてきてやん。ええじゃなくて、10回ぐらいかけてきてる。なんで？どちら様でしょ。じゃあ、こっちがどちら様で、あんた誰なのよ。あ、すいません。これは佐川急便なんですけども、どちら様でしょうか？佐川急便？どこの佐川なの？はい、は？どこの営業所？どこの営業所なんだよ。はい。どらん。はい。担当者の方の方に。担当ってどこの担当？言って。会社名出したんでしょ？喋れますので、お電話番号とご住所の方を教えてもらってもいいでしょうか？なんで私の情報知ってんでしょ？だってだからかけてきたんでしょ？佐川さんなの？本当に。佐川の方と教えてもらってもいいですか？はい。佐川の方じゃないよ。住所の方と、ご住所の電話番号を教えてもらってもいいでしょうか？いや、佐川さんだったら私の住所と電話番号と名前も知ってるはずですよね。一応ですね。じゃあこの電話どこで？サイハゼットの方ですよね。この電話番号はどこで知ったんですか？営業所の方で、配達かかったんですけども、受け取りがなかったので、でそれで、ご連絡を差し上げたはずなんですけども。営業所はどこの営業所ですか？だから、そのことで、また連絡をしてほしいっていう。ちょっと意味がわかんないんですけど、どういうこと？連絡をしてほしいって何？私に連絡をしてほしいの？教えてほしいってことですね。何を？何を教えてほしいの？だって10回も9回かけてますよね。7時24分から。うん。何なんですか？もしもし。はい。はい。
とりあえず、住所と電話番号の方を教えてほしいんですけど。電話番号今かけてるじゃないですか、あなたが。知ってんじゃない、なんで？電話番号、再度教えてほしいんですけども。再度？はい。今かけてる番号見りゃいいんじゃないですか、ここに。いや、一応、ルールとして教えてほしいんですけども。ルール、あなたはどこの人なんですか、担当。そうです。お名前教えてもらえます、誰さんですかっていう。どこの営業所の佐賀のどこの人ですか、田辺です。え？田辺です。田辺何さんですか、下の名前は。いや、そこは。え？フルネームで教えてもらいたいの。いや、そこは、そこまでの開示はちょっと。開示は？申し訳ないです。でもあなたが佐川さんだっていう証拠はどこにあるんですか？受け取りなかったんですよ。おけけが取る、ね、取りや？何？受け取りなかったんで。何の荷物？誰からの荷物ですか？伝票ナンバーを教えてください。昨日の話ですよね。え、電話かかってきたら今日ですよ。で、いてますっていう時間帯を指定されてたんで、で、そこで連絡を差し上げたんですよ。私荷物頼んでないんですけど。相手側からの荷物ですか？そうですね、はい。相手側が、何？時間はどの指定になってたんですか？午前中で一番早い便で、有料の方で指定されてたんで。あなたどこの担当なんですか、エリアは。エリアはもう、広いので、ちょっと、指定とかはないですね。ちょっとよく言ってる意味がわかんない。これ、直通、会社の番号とかじゃなくて、普通に。エリアっていうのは、あなたが、何を勘ぐってるのかちょっとわかんないんですけども。え？何を伺ってるのかちょっとわかんないんですけども。すいません、ちょっといいですか？はい。何ですか？え？その荷物は、じゃあ今日届けてくれるんですか？はい。田辺さんかな。じゃあ私のエリア担当に聞いてもいいんですか？田辺さんって方いらっしゃるのか。はい。ね。はい。なんだろうかと。話の何時ぐらい出ますか？ご自宅の今から来てくださいじゃん。今から。はい。来れますか？そうですね。わかんない。てか、あなたさ、あなた？ちょっと、頭おかしいですね。はい？あなたに言われたくないんですけど。いやー。死に滅裂なのはそちらの方ですよね。あー、そうですか。佐川とかなんか嘘ついて、それもね、嘘も全然ね、バレバレの嘘をついて話してるのはあなたじゃないですか？私はただ単純に、なぜ電話を9件もかけてきたのか、こんな朝っぱらからね、それを聞きたかったんですよ。そこまでかけてないんですけど、あなたが、なんか、余計。いや、9件かけてきましたよね。あ25分から9件かけてますね。証拠ありますよ。かけてないんですけども。2回じゃないんです、9件です。そこまで言うんだったら。はい。何ですか？そうですかって感じですけど。はい？9件見せてあげようか？
この9件かかってる証拠を。ねえ、ちょっと下のカッコだけね、スクショ撮って。私今ね、ライブ配信やってるの知ってる？あ、すいません、それは知らないですね。え？それは知らないんで、うん、どこに、誰に見せてるのかちょっとわかんないんですけども、わからないですか？勝手に見せないでほしいですね。いや、番号とか出してないですよ。その数字だけで、ね、9件っていうの。勝手に見せるやったらちょっとそれは怖いね。勝手に電話かけちゃうんだ。違う方向に行きますけども、かけてもないのに9件もかけちゃうの。電話が何の9件なんでしょうか。私は9件もかけてるんですけども、9件の証拠ありますけど ね、 何ね。え、何だってこのクソアマ、なんだよ、嘘つきかお前。え、嘘つきなのかって、はい、何の話。俺やりまん。何の話ですか。クズ。クソ。え、パンコ。はい。薬中かお前。え、何の話をか。何の話って分かってんだろうお前。ねえ、なんでそういう嘘をつくの。話してもらってもいいですか。え、あんた佐川じゃないでしょ。なんでそう嘘つくの。嘘は嘘って言いないよ。営業所も言えない。ね、うちの住所もね、知らない。そんなんは、だって仕事として、なんで、普通だったらそのデータは出てくるんですよ。ね、佐川急便さんだったらね、その伝票もちゃんとあるだろうし、伝票ナンバーも言えないんですよ。ん？だから、伝票番号はついてからの話なんで、うん、こちらの方からは言えないです。はい？お問い合わせした伝票ナンバーで教えてくれますけどね。いや、到着してからじゃないといけないですね。そんな佐川さん、そんなね、盤石なシステムじゃないんですけど。必ず伝票ナンバーっていうのはあるんで、それをお客様にも教えてもらえますよ。受け取らないと、こちらの方からは、把握はできないですね。だって受け取り人の番号が分かんないんだったら、こちらの方からとしては把握はできないんで。そうなんだ。はい。じゃああなたは嘘つきでいい？もうちょっと時間のもったいないんで、あなたと喋ってるね。ねえ、なんか子供と話してるって感じなんで、嘘つきとね。何を探したんでしょうか？ん？はい。何を探したんですか？何を探した？探してますねって言って、何を探したんですか？あなたが9件かけてきた9という数字だけです。9。そこまでかけてないんで、ちょっと。いや、かけたよね。なんでそんな嘘つくの？ね。じゃあ、勝手に電話がね、9回勝手にかかることなんてある？今のスマートフォンとかで。あなたがかけたから9。場合によってあります。お？場合によってあります。場合によってはどういう場合？はい。緊急配達っていう。緊急配達ではあります。何ですか、その緊急配達っていうの。何を緊急で配達するの？緊急配達の、まあ、あれですよね。え、この、じゃあ私に届いてるものは緊急物なんですか？中身は。そうですね。何の緊急？中身は何なんだろう？昨日からのものなんで。あなた、だからあれじゃない、ちょっとなまってるよね。関西ですか？何がですか？何がですかって関西弁じゃん。ん？もう切っていい？私その荷物じゃあ受け取り拒否します。切っていいって、あなたの方から連絡があるんで。かけてこないでください、9件も。迷惑なんで。いや、あなたの方から着信があってるんで、迷惑とかのも何でもないんですよ。私から着信があった、こっちの方から迷惑なんですよ。はい？病気なんですか、あなた。
あなたの方から着替え妄想で、切っていいですかとか、迷惑ですっていうのはこっちの方からしたら、こっちの方が迷惑です。私ね、ここ一週間ね、自分でね、電話をしたのは、彼氏としか電話してないんだけどね、ぶっちゃけ。それぐらいならない電話なんですよ、私ね。かけれない電話っていうか。彼氏としか話してないんで、ごめんなさいね。妄想の彼氏ですか。わかりました。妄想の彼氏？あなたが妄想の中に生きてるだけじゃないの？そうやって被害妄想で。どっちが妄想の世界に生きてんだろう？あー。え？あなたが妄想なんじゃないの？全部。佐川がうんぬくんぬとかね。あなたがそういう世界に生きてんじゃないですか？うん。うん。どうせ、私の放送を見てて、ね、カマチョだから、ね、電話してきたんでしょ？どっかで番号を拾ってきて。ただ、9件もかけられると迷惑なんで、集中できないんでね、放送ね、朝方。みんなにはかけてこないでって私言ってるんで。ね、かけてきたら、私は。かけてないんですけども、まあ、こちらの方で、ミスでかけた場合もあります。じゃあミスでかけたんだって謝るべきじゃないの？すいませんと。あなた佐川急便だって言い張ってんでしょ？最初の方に謝れましたんで、もう、そこはいいです。もう一度謝ってくれませんよ、私に対して。何なんですか？ 9 件もかけちゃって、ミスで9件かけちゃって申し訳ありませんでしたって。お仕事なんでしょ？いや、最初謝りました。いいですか？いや、謝る誠意が見えてないんですね、全然ね。いいですか？大丈夫ですか？いや、ダメです。あなたは大丈夫ですか？あなたが大丈夫ですか？あなたの方が大丈夫ですか？大丈夫ですか？田辺さんだっけ？渡辺さんだっけ？田辺です。田辺さん？ね、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あなたが大丈夫ですか？大丈夫でしょうか？なんかもうかけてこないでください。それだけなんで私言いたいのは。よきですか？え？電話をかけてこないでくださいって言ってるんですよ。キモいんだよね、このオカマ。おめえがキモいわ。なんでオカマって知ってんの？そうでしょ。おめえの方がキモいわ。おかまうんぬんに、こういう電話してくる、9件も電話してくる、あなたの方が気持ち悪いですけどね。私に粘着して。いや、してません。いや、粘着やん。こちらは仕事としてやってますよ。何の仕事なの？佐川急便も嘘。私に粘着してるってことじゃん、9件もかけてきてね。まあいいですよ。え？あなたが気持ち悪いんじゃねえの？気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。私粘着して気持ち悪い、その気持ち悪いお釜に粘着してるあなたが一番気持ち悪いよ、マジで。気持ち悪いね。よかったですね。あなたが一番気持ち悪いことをしてんの気づいた方がいいよ、本当に。一番気持ち悪いのはあなたなんで、ねえ、それを気づいた方がいいと思いますけどね。一番気持ち悪いのは誰かね。理解できましたか？理解できた？じゃああなたが気持ち悪いってことでいいですか？決着で。まあ、だから納得するならそこでいいですけど、荷物を送ってくださいね。荷物を送った？私にあなたが送ったの？あなたが私に送ったの？理解できないおかまだ。え？荷物を送ったっつって、ああ私に荷物を送った人ね。ってことは、そういうことだね。なるほど。まあ、これ以上言うと特定されちゃうんで、あれですけど、LINE を調べて、あ、そう。あららら。この番号でね、名前。
検索したら名前が出てきちゃうかもしんない。まさかフルネームとかにしてないよね。番号検索で、え？番号検索をしちゃうかな。そういうね、裏技もあるんですよ。これでね、ピッと入れて検索ボタンを押すと、はい、出てきました。顔写真出てきました。はい、出てきました。顔が出てきました。アイコンが出てきましたよ。顔がドバッとドバッといただき、嫌がらせしてる犯人が分かりましたよ、顔が。私に粘着してる、嫌がらせしてる人が出てきましたね。これちょっと保存しとこう。いや、ババアじゃない、若い子だった。綺麗、しかも綺麗な人、顔も美人だね。で、年齢もこれはね、20代だね。22とか3ぐらいだね。いや、加工が入ってるんだとしても、美人は美人ってわかるじゃん。加工の美人と元からね、美人の人が加工したのは見分けがつくじゃん。ね、私は1年で1000人ぐらいのね、女性と話してるんだよね、対面で。もう女の顔についてはプロフェッショナル。で、汚いのから妖怪からね、美人まで見てんだから、もうバッチリわかる、写真見れば。え？いや、ひどい画像じゃないね。これはね、本人ですね。ねえ、LINE なもんだって。これこれさんならさらす。規模は違うからな。やっぱそこまで、ただ私と話したかったのかもしんないよ。そういうのも考えたけど、ただ私の番号をお話ししたくて、そういう気持ちでかけてきたんだけど、そういう風になっちゃったみたいな。私が喧嘩越しで最初言ったからね、なんだよっつってさ。それで逆上して、引くにも引けなくて、ああいう喧嘩みたいになっちゃったけど、ね、嘘とかもついたけどね、慌ててね。それをごまかすためにとかもあるじゃん。うん。そういうパターンかなって私は思うんだけどね。うん、違う？ 9 回もかけてる。だからそんぐらい話したかったんじゃないの？だから今ウレションしてんじゃないの？私と話してね。じゃないの？めちゃくちゃオナニーしてんじゃない？私、あのウーマナイザーかなんか。リナピと一緒で、ブイーっつってさ、ナラちゃんと話せたらよかったっつってね、ブイーって、もう最高みたいなさ。奈々ちゃん大好きみたいな。違う？でも、もしね、本当に、例えばさ、外配信の時に嫌がらせしてる人とかの可能性もあるって、なきしにあらずでしょ？ねえ、その、張本人かもしんないかな。この画像は私は保存しとくわ。何かあった時のためにね。え？聞いてる？ファンだったらいいけど、そうね。直でやってる人だったら私はね、これを許さないからね。うん。で、日本が核を持つって感じだよ。え？番号ももう顔も分かってた、名前もね。日本が核武装した感じする。スクショしといた。ただ探したりとかしないから安心してね。私は一人で楽しむタイプなんだよ。もう TikTok みたいなの作っちゃうから、このタナベっていう名前のアカウントを作って、ね、タナベっていうね、TikTok のアカウントを作って、このね、背景を、ね、動画をこの人の顔写真が動くようにして、さっきのね、電話で喋ってる声を抽出して、それ音楽とこうミックスして、みたいなさ、田辺ミックスみたいなの作っちゃおうかな。LINE 本当に出てきてない？いや、出てきてるよ。出てきてる。あの、番号検索っていうのをオフにしないと出てくるんだよね。
だからみんなも LINE で変な電話がかかってきて、ね、LINE の電話検索を、切ってなかったら普通に出てくるんだよ、そのアカウントが。それ知らない人はね。うん。爪が甘いね。あ、画像を調べてみるか。画像検索を。いつものね、ここをアップにして、ね、Google でね、Google ちゃんには画像検索ってあるの。それで Facebook かなんかのアカウントが全部出ちゃったりしてね。全部が出てきちゃってね。SNS で投稿してたらさ、全部出てきちゃう情報が怖いね。怖い怖い。まず、携帯でスマホでやるときは、画像検索と打ちます、Google でね。で、こちらをデスクトップ用ウェブサイト、スマホで見るとかそこを押しますと。で、上の方に画像って項目があるんで、ここの一番上のとこに写真を入れますと。ね、画像検索をアップロードしますね、データを。で、先ほどのスクショした画面を、入れ込んで、で、画像検索をすると、ファイルを入れますよと。そうするとね、似たようなね、似たような写真がバーって出てきて、SNS とかに顔を載せてたら出てくるんだよね、ビャッとね。のかもね。じゃ、広げがだったら出てくるやん。本人の写真ですね。裏ですよ。これはご本人の顔だわ。やっぱプライベートラインですよ。ね？そんなん、だってね、拾い柄だったらいっぱいあるじゃん。出てくるやん。ヒットしないってことは、自分の本当の顔じゃないの？ね。そうだよ。どこにも載せてないってことなんで、SNS にも。タイムライン見てみる。いや、でもあえてね、追加し、友達追加して、あ、アカウントが消えました。追加できないようになっちゃったね。あららららら、ってことは、そうですよね、これはご本人の写真でした！ごめんなさい！ご本人の写真と電話番号をいただきました！もうこれは確定だね。消したってことは、やっぱり本人のプライベートラインで自分の顔なんだよね。じゃあね、下手だね。そういうことやってる人より私の方が上手だよ。私の方が粘着度高いし、ね、探る能力も高いんで、スキルがさ。ね、デザイナーだからもっと。うん、私結構ね、特定とかね、上手なんだよ。いや、この田辺さんの写真は出さない。私はファンだと思ってる。ね、ここまではネタだけど、ね、さっきもう怒鳴り散らしちゃったけど、私のことを見てるリスナーさんだと思う。ね、一人のリスナーさんだと思ってね。ね、これを晒したりとかしたら、やっぱりね、みんなも信用、私に対する信用度もなくなっちゃうし、そういうことする人なんだなっていうね。まあ大事なリスナーさんだと思いつつ、そう。見てくれてんのはリスナーさんだからさ、やっぱりね。うん。だから私の中で楽しむ顔をね、リスナーさんの顔をね、使って、ね、オナニーみたいなもんだよ。私で、ね、楽しんじゃんみたいな。うん。じゃあ、配信者のね、暴露話とかめっちゃ来んだよ。ただ私ってさ、そういうの取り扱わないじゃん。そういうね、
炎上ネタとかさ、取り扱わないでしょ。そういうのを、いっぱい知ってんだけど、裏でニヤニヤしてるの私は。あ、この人はこういうことしてんだな、とかさ。いや、絶対言わないんだけど、一人で楽しんじゃうタイプ。こう、ベッドの中とかで、それをね、見てニヤニヤしたいの。そう、お一人遊びが好きなんで。じゃあ弱みを握るとかでね、そういうマウントを取るんじゃなくて、一人で楽しみたいタイプなんだ。うん。グフフってな。え、またかかってきたんだけど。この人かな。8時32分かなんかにかかってんねん。またかかってきてんだけど。なんだろう。はーい。もしもし？はい。どうしたの？え、何もなくて。うん。なんか、はうってるよ、後ろで。はい。それ消した方がいいんじゃないか。消えた？大丈夫。田辺さんって呼べばいいの？そうですね。田辺さんって別にね、怖がる必要ないから。写真も出さないからね。とりあえず、なんか、すごく過ちがあったみたいで、ちょっととりあえず謝りたくて、うん、本当に申し訳ないっていう気持ちと、全然いいよ。それを言ってもらいたかったのね。うん。いいでしょう。先生、なんでかっていうと、電話9件かかってきたから、なんでかけてきたのっていう。そこまでは、私、把握してなくて。多分、同居人の方は、同居人がいらっしゃるの？その人がかけてきちゃったの。はい、あ、田辺ちゃんがかけたわけじゃないのね。はい、そうですね。で、同居人も私の配信を見てるってこと？が、最初ですね。正直に言うと、うん、私が最初ではなくて、うん、同居人が最初で、それで、私のアカン。田辺ちゃんも見始め、私のファンってこと？ファンではないですけど、私は。そうですね。え、ファンじゃないの？ファンではないです。正直に言うとファンではない。なんなの？どうでもいい存在的な立ち位置ですね。私的になんかファンで話したかったのかなと思ってたんだけど。いや、どうでもよくて。あ、どうでもいいのね。うん。死にくいよ、するのに、鬱陶しいなって。っていうような感じです、ね。その同居人かけてきたから、私がなんでそう、めんどくせえな、みたいな。火種は同居人が初めての、その、なんて言うんですか、もうぶっちゃけて言うと、本当にもう、くそめんどくさいんですけども、うん。同居人が、ああだこうだ、みたいな感じで。同居人さんはさ、ちなみに私のファンで見てくれてるのかな？そう、みたいですね。で、はい、田辺ちゃんは、どうでもいいと、私はね。田辺、はぁ、そうです。はい。ああ、そういうこと。そっか。ぶっちゃけ、でも、配信はよく見てますよ。見てるけど、なんか、なんと、たまーに見るか。はい。そんなに私のことは好きじゃなくて、たまーに見る程度って感じだよね。そうですね。ちなみに誰の配信一番よく見るの？え？誰が好きなの？え？だいたい見てんの。他に。配信ですか？うん。時間帯外は、みたいな感じでよく見てます。ああ、じゃあ朝とか結構見てる感じなんだ。それは、わかんないけど、よく見てます。そうなんの。
ええー、じゃあ、音声とか、一気になっちゃった、私。発狂した時とか、音声よく聞いてますよ。でも結構綺麗な顔してるよね。写真見させてもらったんだけど、LINE のね。あ、そうですか。これ別に晒したりはしないんでね。使ったっていうんで、なんか結構。これ自分の顔？やばいですね。自分の顔？これ。うん、ガチですね。なんで、ネット上に晒したら、殺しますよ。え？弁護士使いますんで、やめてくださいね。ええー、いや、それはそうでしょ。ええー、あなた電話私にかけてきてるのに？やばい、それは。あなたは私に休暇やめてって言ってるんだからやめて。さらさないって言ってんじゃん。いや、やめてねって言ってるんだからやめろよ。えー、いや。脅迫？脅迫じゃねえ。私は晒さないって言ってんじゃん、さっきから。やめてね。もう、お前自分の仕事してね。え、何？いいですか？暇つぶしの電話ですか？暇つぶしの電話ですよね。え、どっちが最初にかけてきた？あなたが暇つぶしでかけてきたんでしょ？いや、うち電話してないんですよ。まあ、同居人になろうとしても、発端はそっちから起きてるんで。あなたの方が電話かけてるんですよ。私にかけてこないようにしてくれる？いいですか？じゃん。私にもうかけてこないように同居人さんにも言っといて、かけてきたんだと。はい、ん？同居人は、ダウンしてるんで、うん、そこで降りていいですか。いいですね。だからもう私にかけてこなきゃいい話だよ。いや、それはそうなんですよ。うん、それで私も写真とか少しずつ。うち、そうなんですよ。それもさらさ、本当に申し訳ございませんでした。うん、それもね、さらさないし、画像も消すんで、それでいいの？かけてこないでよ。はい、それを言いたいんだよ。本当に申し訳ございませんでした。やっぱ切り替わったからさらしていい？何の話ですか？え？なんかムカつく。え？めちゃ遂げてるんですけど。メソポタニア？え？何メソポタニアって。メソポタニアって何ですか？え、言わなかった？今メソポタニアって。え、全然言ってないです。いや、晒しはしませんから、それ約束できる？もうかけてこないで、この番号かな。はい。それ本当に約束できんだったな。もう全然かけません。じゃあ、それができんだったら私もやりません。それでいいね。今回初めてだと思うんですね。私。何を？同居人が暴走して、うん、っていうので、多分、今回初めて暴走したっていう感じで、うん、多分、自分自らっていう行動は絶対ないんですよ。なんか同居人さんにも言っといて、そうやってかけてこないでって、はい、モンジョリちゃんが。同居人さんが横行ったもしてるんで、で、やばい感じなんで。なんかモンジョリちゃんが嫌だって言ってたから、かけないでねって伝えといて。あ、すごいやばい。っていうのは多分言ってるんですけど、理解が、うん、殴ってのも多分理解できないんで。殴っちゃダメでしょ、同居人なんて。なんで殴るの？同居人っていうか、なんか、うん、ちょっと寝た方がいいんじゃない？ちょっと頭がろれつ回ってないし、寝れないの？ああ、ろれつは。もう寝た方がいいんじゃない？配信も。私は寝たいですよ。寝な？うん。ね？もう、頭が回ってないかな。いや、夢の世界に。それはそうで。いい？もう切って。いいですか？もう約束したからみんなも聞いてる。うん？なんか、お互いの、まあ、
あれは、うん、話さないとヘイです。だこれもう証人もたくさんいるんでね、私たち約束し、どっちか約束破ったら、ね、ちゃんとみんな聞いてるんで、これで約束になる。いや、約束破ったらとかじゃないんですよ。イエスかノーかなんですけど。とか、私はイエスってあなたの話をしてんの。あなたがしつこく電話してきたら約束破ったことになるからね。いや、そうじゃないんですよ。逆にそっちの方から連絡してきてるんですよ。私がなんで連絡すんのよ、あなたに。バカじゃないの？いや、あんた連絡しないでほしいですよ。じゃあ、おまんこと喋りたくないんだよね。イライラするかな。頭悪いし。いや、いい。あなたみたいなおまんこ。お前の方が、頭が悪いね、おまんこ。嫌いなんで、マジで。いや、女だったら頭良くなれよ。だから、イエスかノーかで返事してほしい。バカな女大嫌いなんで、本当に。イエスかノーかで、お前が返事しろって。だから、イエスって言ってんじゃん。はっきり言えって。なんだよ、この野郎は。だから、イエスかノーで、で、このことを言わないか言わないかで、じゃあ、イエスかノーでいいよ。あなたもフラ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 し、ね、忙しいね、お釜だの、女だの、男だのってさん。ね。フラフラじゃねえだろ。え？早く言え。何を？早く言えよ。何を早く言うの？イエスかノーか。イエスってさっきから言ってんじゃん、しつけえな。あ、イエスって言った？言ってないよ。話になるんだ。イエスって言ってないから。約束します。だからあなたも。言ってんの。イエスかノーかで。なんなのその口の聞き方言ってんだろうって。あなたで女なのにね、口の聞き方悪いよ。って言ったね。ね、顔は綺麗だけど、言葉が汚いね。結構優しいのね。そういうとこ直した方がいいよ。いくら顔が可愛くてもね、綺麗でも、言葉遣いがね、汚かったら心も汚くなるの。ね。相当なあなたはブスだってことだよ。ちゃんとね、言葉遣いはちゃんとした方がいいと思う。顔じゃないよ。だって、もうイエスクっていうキャラクターを勝手に物語で作って言ったら、それは思ってる、もう板前まさみの、なんか、板でそうやってるんだから、うち何もやってんないんだよ。いや、もうちょっとさ、ちょっとやめてほしい、それは、それは。もうちょっとしっかりしたなぁ。ねえ。だから、顔は可愛いだけで無理なのよ。だから、それで、それで、話してほしいし。何を言ってるかわかんないけど。と思ってるから、ちょっと今の、そうね。なんか、もう切っていい？お互い約束したんで。うん、そうね。ね。これでば解決ちゃんちゃんで。いい？ありがとう。ありがとう？私とまだ喋りたいの？え？喋りたくないんだったら切った方がいいと思うよ。いらないよ。いらないの？いらないよ。私のこと好きなんでしょ？君の執着なんて、執着？うん。私のこと好きだったら好きって言った方がいいよ。いや。正直になって。好きだけど、個人的には好きだけど、うん、私は、あれだよ。何？あんた自身は好きじゃないし。あ、そう。そう。でも嫌いって感情ね、興味を持ってくれることはありがたいわ、私としては、配信者として。でも好きだよ、人としては、うん、まあ好きでもどうでもいい、よくてもいいけどね。でも本当好きで、でもそれ以上に嫌いっていう部分もあるかもしれない。でもコメントがすごい流れてるから、うん、いつも以上に気にしないことだ、コメントなんてね。今、私とあなたの話し合いで。で、あんたにとって、一番得になるっていうだけでしょ。うん、得になる？何が？何が得になるの？じゃあ、いいですか？もうそろそろね、企画が始まっちゃうんで。9時からね。いいですか？こっち行ってるよ。それとも一緒に遊戯王カードやる？いいですか？一緒に開ける？いいですか？モンジョリー。いいよ。
モンジョリーナかな。どうしよう。じゃあ明日も見てくれる？タラベちゃん。だからそこで行きましょう。わかったわ。じゃあ和解ということで。ね、私も晒したりしないから、タラベちゃんも電話しないってことで約束しましょう。オッケー。じゃあ、スイスマンで行きましょう。うん、はーい。さよなら。バイバイ。バイバイ。まあそういうことなんで、私もね、写真はもう削除しとくんでね。まあ晒しもしませんで、そういうことです。あっちも電話かけてこないってことで和解したんでね。ああ、長かった。30分も話してたの。ただね、もう頭痛くなって、ちょっとロキソニン飲んでいい。だから、一生懸命話しても無駄なんだなってね。私がやっぱり手のひらで転がらされてんだな。真剣に話してたつもりなんだけど、遊ばれてんだな。無駄ってことだよ。ね。お互いの温度が合わないと、ね。そういう風になっちゃうんだよ。うん。バカが正直を見るね。世の中なんで。